今月14日にオープンしたばかりのクロワッサン専門店、ヤミーズ八戸店です。ヤミーズは、6年ほど前から立花岸壁朝市などで出店しているキッチンカーですが、多くのお客さんからの要望を受け、この度実店舗をオープンする運びになったとのことです。お店は八戸店代表の下野矢坂さん一人で運営しており、午前10時の開店に向けて毎朝8時から仕込みをしています。おすすめ商品はプレミアムクロワッサン。余熱を含め6回の工程を経て焼き上げているこだわりの一品です。一般的なクロワッサンに比べポロポロ落ちないのが特徴です。またヤミーズといったらこれと言われるほどの人気を誇るのがチョコクロワッサンです。さらに女性に人気があるのがこのチーズクロワッサン。表面にチーズをのせて焼き上げているので、その香りと味をしっかりと楽しむことができます。ヤミーズ八戸店はマックスバリュー白下店のすぐ近く、月曜定休日で午前10時から午後5時まで営業しています。